からお金は出やすいんですよ、これね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今日も FCMA チャンネルで撮っていきたいと思うんですけれども、近況報告を竹村さんにしていきたいと思います。はい、2ヶ月ぐらい前、あれそうかな、だから買いたい人ばっかりでみたいな話してたじゃないですか。そうなんですよ、うん、でそれをお伝えしたところ、売りたいっていう人がなんかありがたいことに結構問い合わせをいただきまして、うん、すごいね、みんなちゃんと素直な方が多いんじゃないですか。素直な方が多くてその代わり今度は買いの連絡が全く来なくなっちゃったっていうところですごいね。そうなんですよ、今まで 99% 買いだったの。そうなんですよ、売りたいが 99% 買いが止まったんですね。そうですね、うん、それはじゃあ近況報告なんかしない方がいいってね、事前に任せておいた方がいいっていう。そうかもしれない。そうですね、だから買いたい人がたくさんいるっていうと、なんか金持ちがすごい集まってんだろうみたいなふうに思うのかな、うん、でも今相談を受けてる、売りたいというか譲ってもいいよというオーナーさんはやっぱかなり儲かってる会社さんばっかりなんで、うん、まあ、本当にもしそれでオーナーチェンジ、まあ、理由は様々なんですけど、うん、オーナーチェンジしていけば、まあ、本当に買う側、僕から見たらこれ買ったら得なのになっていうような感じはしますけどね、うん、非常にいいサイクルになってる。要するに竹川さんから見てこれはいいなっていう、ああいいと思いますね、案件が結構あるってことですね。僕はフランチャイズの観点じゃなくて財務の観点で見ますけど、うん、普通にあ、この業態ってこんな儲かるんだっていうふうに、あ、そうですね、思いましたね、うん、今だからどんな業態が今あるんですか。やっぱりその FC が多くてですね、うん、まあ、このチャンネルだからね、うん、はい、ホワイトニングとか、うん、あれはでも何名か手は上がってるんでしょ。あれは上がってます、今もう、うん、まさに活況というところ、うん、ただあれのやっぱ金額はつけづらいところだよね。難しいですね。だから今の PL から見た利益と、はいはい、今売ろうとしているオーナーが作ったリストというか資産というかも結構あるじゃない、はい、あります、あります、まあ、そこは力入れたからそこは評価をされるだろうと思うんだよね。あとは内装とかその本当にハードで出ていってる部分とやっぱエリアを抑えてるっていうのが、そうね、だから内装とか大したって言っちゃうと申し訳ないけど、まあ業態的にまあむちゃくちゃ高いものが入ってるわけじゃないから、はい、だけどやっぱりそうね、柏だっていうことですよ。今度は、うん、柏でこれをやればあの倍利益が出せるっていうふうに思う人が買うっていう感じになると思うね、うんうんうん、あれはまあ大体的に募集しましたけども、うん、それ以外に もっとちょっと、うん、クローズのやつが何個もあるので、ゼロがもうちょっと多いのとかですね、うん、これはいろんな形で買い手の、まあ、どういうふうな規模で買うのかな。やっぱり、まあ、本当お金があれば今儲かっててスタッフだけで回ってるっていうところを買うっていうのが一番、うん、そうですね、そうですね、うん、そういうのもありますね。まあどっちかというとそのポートフォリオの組み方とか、うん、今1億あるから使い道相談とかっていうのでもいいかもしれない、うん、じゃあこんなんあります、こんなんありますっていう出し入れはこのチャンネルでできるんで、うん、かなと思ってます、まあ、あとは竹田塾でも思いましたけど、やっぱ銀行からお金は出やすいんですよ、これね。そもそもフランチャイズっていうのは出やすいんです、うん、これ勘違いしてる人いると思うんだけど、銀行の人はフランチャイズっていうのは評価が低いってことはない。そうなんですね、うん、ただもちろんダメなフランチャイズはあれ、それは銀行としても分かるんで、うん、この FC はダメだっていうのはそこはちゃんと見てくるんで、そうじゃなければフランチャイズっていうのは仕組み化がされているから、でなおかつ数字が出てるでしょ、これが実績として。そう、はいはい、でそのがフランチャイズの中でどういう位置づけかっていうのが分かるでしょ、はい、だからそこは銀行としては非常に投資がしやすい、あ、なるほど、うん、掛け算で、なんで今手持ちの資金でっていうことじゃなくて、FC の MA に関しては銀行さんと相談されたら、やっぱそのトラックレコードを見て、まあ竹田塾でも普通に EBITDA の5倍6倍ぐらいまで全然出しますみたいな、結構あったからね、まあ、まだまだ低金利だし、お金あっても融資でやる方が、そうね、財テク的にはいいですね、まあ、一番やっぱりその竹田塾みたいなスクールビジネスっていうのはまだ掛け算でいいんだよね。やっぱり MA した後どんどん減ってったりとかしないっていうことが銀行とか分かってるんですよ、うん、ということで公開してる柏の案件とかじゃない別ないいやつもたくさんあるんですので、ぜひ買いたい方お願いします。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。